どうも。どうもこんにちは。はい。豊さん。はい。トレード。お。ありましたね。あったな。はい。中日の石岡選手とオリックスの後藤選手が。あったな。はい。トレード。同じようなタイプだけどね。そうなんですよね。だからあれとは思ったんですが、はい、まだ期限。残りわずか残ってます。あ、残ってんな。ということで、はい、緊急豊さんがこのトレードあるんじゃないか、今日は宣言してもらいます。ここでもうドキドキしちゃうね。やっぱりさ、名前出される選手って嫌じゃない。でも、うん、そのチームにとって必要なトレードであれば、はい、そうプラスやっぱ優遇されるからね。そうです。それは言っとくよ。そうです、ね、いわゆるこの前の動画で言ったけど、はいね、坂本おじさん、はいね、坂本を生かすために、うん、やっぱ巨人としたらトレードの頭もなきゃいけない、うん、そうね。じゃあこういう選手を取ってくればいいんじゃないのっていうのを今から発表します。で、あの時豊さんは、はい、セカンドはトレードで取ってくるべきだとおっしゃってたんです。いいのがいるんだよお前。どこ、パリーグですよね。まあセリーグから出さないと思う。ドイツは出さないですよね。出さない、出さないし、はい、その欲しい選手が多分いないと思うよ。あ、巨人サイド 今レギュラーをくれるんだったら話は分かるけど、はい、レギュラーじゃない人じゃない、うんね、でもいる。いる。ズバリ誰ですか。渡辺亮。日本ハム。おお、鍋亮選手、はい。まあ、この選手をセカンドにはめて吉川をショート、はい、そしたらファーストに坂本でもいいし、うん、外野の練習もさせて、はい、外野もできるようにしとけばいい。渡辺亮選手、はい、どういうとこ評価してます。ぴったり合うっていうのは巨人のやっぱね、打てる。ああ、そこある程度、はい、それとまあ怪我があって、うん、今シーズンは出てないけども、はい、ビッグボスに話をしたら、うん、多分やってくれるんじゃないかなという気がするよね。だから巨人がじゃあ出すのは誰だかって言ったら、いや、そうなんですよ、やっぱり左ピッチャーが欲しいと思うんだよね。それと、うん、セットアッパークローザーっていう風に、はい、少し悩んでんだよね、はい、ビッグボスが。だからそれに当てはまるとすれば、うん、例えば左だったら今村だとか。左出しますか巨人。まあ高梨が良くなってきてるんだよね。あ、まあ、そうですね、うんうん、で左左行ったってさ、はい、左を確実に抑えるかって言ったらそうでもないしさ、はい、どこの球団のピッチャーもね、うん、なかなかこう左を抑えるのが苦労してるピッチャーが多い中で、うん、やっぱり左が欲しいんだったら今村を出してあげればいいし、2対1でもいいよね。あ、今村とプラス誰かつけて、はい、鍋をくれって言ったらくれるかも。多分日本ハムはピッチャー2人つけてほしいと。やっぱり、ね、ピッチャーが欲しいんだよ、ね、あの中継ぎ陣がちょっと手薄なんでね、はい、まあ打つ打たないっていうのはこれはあの成長度、はい、まあ清宮も成長してきてる、万波がいる、今川がいるって、まあ、これからのスター構成がたくさんいるんだよ、はい、だからまあ打つのは、うん、まあ、とりあえずいらないとしても、うん、今現状はね、はい、やっぱりピッチャーだよね、整備しなきゃいけないのは。そうです、ね、だから日本ハムもピッチャーだったら変えていいよっていうふうに言う可能性もある、うん、じゃあ1対1か2対1になる可能性もこの場合あるとあるいうことですよね。あ、だからまあそういうふうにやっていけばいいのかなっていうふうに思うね。はいはい、この日本ハムの渡辺亮選手って他のところもトレードで欲しいなんて言ってきたりとか。あら、もう中日が欲しいよね。おお、あ、じゃあ中日とのそこもあり。いや、鍋亮って割と、勝負強いしね。はい、だからそういう意味では福とか、はー、まあ、右では藤島とか、はい、まあ、祖父江でもいいよね。出しちゃいますか。まあ、リストからここから2人選んでいいよって、その代わり渡辺亮くれ。まあ、プロテクトから外れてたら、ね、やっぱもうとにかく中日は打たなきゃ話にならないからさ。まあそうですね。あ、だから打てる打者が誰がいるんだって言って、はい、出す可能性があるとしたらビッグボスだったら思い切ってそういうこともしてくれそうだよね。あ、日本プロ野球界のために、界の、そうね、界のために、強く言っとくけど、まあそうか、まあ、そういう言葉に多分ビッグボスは弱いだろうから。いや、まあ、でも確かに日本今年はもう優勝を狙わないっていうふうに宣言してますし、うん、そうなってくるとやっぱりセリーグっていうのは2位3位にどこのチームも今いけるわけなので、うん、そうなってくるとやっぱ鍋亮選手くださいってなりますよね。なる、鍋亮大人気になると思う。もうそう、もう大モテですね。モテモテですね。モテ楽天も欲しい。欲しい。いや、だって左バッターばっかりなんだもん。まあ、そうですよね。浅村を、はい、例えばファーストにして、うん、鍋亮をセカンドに入れる、まあ、右でしょ、はい、押したら鍋亮くれるんだったら西口出しちゃう。ここもいいですよ。西口出したらもう日本ハム強くなっちゃうから。
いやいやいや、抑えができるから。まあ形はできますよね。できるできる。勝ちゲームが増えるってことですね。できるできる。だからまあドイツリーグでやるかどうかは分からないけども、でも日本ハムは宣言としたら、まあ森内が言ったように、今年は優勝狙わない、そういうことを考えると、まあナベロ、まあしょうがないと。北山とかね、一生懸命石川とかクローザーにしようとはしてるけど、まだちょっと早いよね。何年かかかると思う。おしゃれ西口でもうパンといけるような、そう、ナベレオと西川を、西口を変えてくれと。なるほど、ドイツリーグだけどあるんじゃないか。あるんじゃないか。それとやっぱ右っていうのがプラスだよね、楽天にとっては。いないですからね、左ばっかなので。そうそうそう、だからクレム表だな。他にあります、ゆうたかさんちょっと気になってる。やっぱ巨人の、巨人中継ぎ陣がね、はい、やっぱそうなってくると手薄になる。もうそうですよね、今村を出しちゃう、渡辺をくれみたいな。しかもそうですね、今でもやっぱりまだ盤石ではないですからね。盤石じゃない、だから楽天の藤平っていう、横浜高校出身、素材はあるけども、開花しない、なかなか、楽天の投手陣の中に入るのは厳しくても、今の巨人の中継ぎ陣に入るんだったら入れる可能性がある、じゃあ巨人とトレードしましょうよみたいな。ということはですよ、また右バッターですよ、はい、右、うん、誰がいる、誰を出す。石川慎吾出しますかね。いや出すと思う。いや藤井くれるんだったら俺は出した方がいいと思う。ああ、出すか。でも楽天はやっぱり右バッターが欲しいし、まあ、やっぱ思い切りのいいバッターが欲しいよね、はい、石川慎吾は思い切りいいし、外野できるしね、外野手だし、そうですよね。内野はある程度いるけども、外野手っていうのは全員左だもん。そうですね、そこにしたら石川慎吾なんかいいじゃん。そうですね、加わることで、確かに。そう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 。でまたこれで優勝争いなんかに絡めて、ね、絡められるしっていう。いやー、石川、藤平か、中田翔くれよって言って、おっしゃる可能性はあるから。パ・リーグに戻るんですね、中田翔選手。おっしゃる、お前また西川と一緒やない。ちょっと待って、日本ハムになっちゃうじゃん。いいよ、もう。もういいですか。いい。でも確かにユタさん言ってましたもんね、中田翔選手パリーグで楽天。パリーグ向きなんだよやっぱり中田翔は、ね、そうですよね、で出続けることで意味のある選手だって。そうだからまあそれは交渉次第で、そういう可能性も出てくるということ。石川選手だったり中田翔選手だったりが。そうですね、なるほど、はい、あとまだ他には。あとはね、ロッテの田村っていうのは、もうこれはね、上上がれないな、使われ方を見てると。あ、そんな感じですか。やっぱ松川がさ、オールスターに行くファン投票で、佐藤俊也、俺が成長してるんだよ、そしたらね、田村の出番はない、そうなってくると田村もそこそこ打てるキャッチャーだし、これは DeNA と変えたらいいと。おお、 DeNA と、まあ、キャッチャーが欲しいってことですか。いや、まあ峰が頑張ってるよ、戸柱がいるよ、伊藤光がいるよ、まあ、だけど、いてもいい。いても、安心。まあ、いて面白い存在になれれば面白いと思うよ、でそしたら、まあ、ロッテのやる手法として、中継ぎが欲しいと。毎年中継ぎあれして活躍して、いいところまで行くからな、そうですよね。その前が沢村、国吉、来てて、今年は誰なんだみたいな。そっか、DeNA からもらうピッチャー。だから盤石にしたいわけよ。おということは誰は。まあ三上とかだったらいいかもな。ああ、三上投手、はい。いや、田村と三上じゃって言ったらさ、いや使えない、使わないんだろっていう。まあそうですよね、だったらお互い使ってくる。三上は少なくとも一軍で投げてるから。そうですね。でね、三上と被るピッチャーがどんどん出てきてるんだよね、だからそういう意味では三上のポジションが、まあなくなる可能性があるので、そしたら田村と変えてもいいかな。なるほど。変えてもいいかなって偉そうには言えないけど。でもな、ここはなんか1対1でポンってなんかなりそうな感じ。なんか素直な感じがするでしょ、なんか綺麗な感じがね。はい、しますね、いやでもこうやって豊さんが挙げたのを見ると、やっぱり日本ハムの渡辺亮選手が大人気なんですよ。まあ怪我してるけど、まあどうなんだろうね、最近怪我はね。そうですね、状態とかもどうなのかな。だけどこの選手は、まあドラフト1位で取ってるんだよね、日本ハムが。だから出すか出さないか分かんないけども、まあ、話によってはビッグボスの男気、そういうことを考えると可能性は十分ある。ありますよね。で、日本ハムも今本当にその中継ぎだったり後ろだったりのピッチャーがなかなか見つからないので。いや、だからね、ビッグボスはこう先発はある程度できたと、中継ぎその中でも、
やっぱ8回9回を任せられるピッチャーが誰なんだっていうことなんだよね、はい、まあ今村っていうのはハマった時はいいけどな、ハマらなかったらちょっとフォアボール連発したりだとかして、はい、打たれたりする時もあるけども、うん、でもボールに力はあるからね、はい、だからそういう意味では環境を変えてやるともう少し楽になるかもわからないし、はい、中日も欲しいよな。いやそうですね、欲しいですね打てる、ね、バッター。いやそしたらもう2人ぐらい中継ぎ上げるからみたいなうちピッチャーいるからと、なんなら谷本戻してもいいからいや戻すんですか、うん、そこで。いやいや、まあまあそこでもね、でも面白いですね、豊さんの。実は豊さん去年のトレードを、はい、当ててるんですよね。誰と誰だっけ。ソフトバンクと、ああ中谷、はい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 。あ、実はさらっと言った中で当たってたっていうのが、まあ去年の動画見ていただければわかるんですけど、ということはもう残り少ない期限ですけれども、うん、この中から両方が合致しなくともどちらかの選手がやっぱり行ったねとか、まあ例えばね、西口とか、はい、今バンバンね、バンバン楽天に投げてるじゃない、はい、でも日本ハム行ったらもっと大事に使ってくれるというか、うん、大事にされるとかね、はい、だから全然マイナスじゃないんだよ、はい、だから福とか藤島だって、うん、日本ハム行ったら王様になれるかも。もうガンガンですよね。そうですよね。いやちょっとね、残りの期限でどういった動きがあるのか。まあそうだね。はい。まあ楽しみだね。そうですね。まあでもネガティブに捉えないようにね。うん。輝ける場所をこう話しただけで。はい、そうです。ね、うん。そのチームにとっていらないからとかじゃないよ。うん、ね。それは決して間違いない。そうですね。ね、はい。はい。